もろこしもろこしは、秋田県地方で作られている小豆粉を使用した銘菓で、あり、落岩の一種である。もろこし、または、秋田諸越と呼ばれることが多いが、地方によっては、糖度や、諸粉種とも書かれることがある。これはとうもろこしを意味する、もろこしではなく、材料に小豆を使用することが特徴である。伝統的には小豆粉を木などで作った枠に入れ、 乾燥させて固めたものに焼きを入れて作られる。300年以上の歴史があるが、現代では伝統的製法から機械化への移行が進んでおり、材料は小豆粉に砂糖やは3本を一緒に混ぜたものが多い。ただし原料や製法を変えて作られるものもあり、抹茶や黒糖などを加えて色が付けられたものもある。その形と模様は文字や縁起物のほか、生ハゲ、秋田県、 秋田武きなど秋田の代表的なモチーフが入ったものも多く、土産品としての工夫の中で、現代的に可愛らしくデザインされたものも作られるようになった。和菓子の中でも、打ち物と呼ばれる部類に属する硬い菓子だが、口の中に入れると甘い粉がゆっくりサラサラと溶けるため、緑茶のお茶受けに向いている。また、 八津橋に対する聖八津橋と同様の派生商品として焼きを入れず生で作った柔らかい生タイプのもろこしも開発され、販売されている。諸説あり定説はないが、江戸時代の法営2年に、久保田藩四代藩主、佐竹義角が進化の功をねぎらうため千枚菓子を作らせたのが、始まりなど藩主に関わるものが知られている。漢字表記の初越は、菓子店。 杉山久志、山堂の初代、杉山良作が、小豆の粉を使用した歌詞を企画へ献上した時に、もろもろの歌詞を超えて、風味良しとの表を得て、命を受けたことによるものと伝わる。遺説としては、中国から伝来してきたものは何でも、もろこしと呼んでいたことの名残というものがある。世界一可愛い生ハゲは、子供も指でつまめる秋田、生ハゲ書へ釣って マイナビニュース。2019年4月21日へ閲覧。秋田の食一覧モロコシ秋田観光総合ガイド。2019年4月21日へ閲覧。秋田初越の由来株式会社杉山水山堂。2019年4月21日へ閲覧。道の区会社訪問、カオルド堂、産経ニュース。2019年4月21日へ閲覧。秋田名物、モロコシ。 2019年4月21日閲覧。ありがとうございます。